アンヘルデラグアルダ島はカリフォルニア湾内に位置するメキシコの島である。行政上はバハカリフォルニア州メヒカリ自治体に属する。バハカリフォルニア半島よりバジェナス海峡を挟んで東に位置する無人島で、島から最寄りの町は半島側のバイアデロスアンヘレスである。島の長さは 69km、幅は 21km。 面積は9 3 1キロ平方メートルで、島の最高地点は標高三3 1 3メートルに達する。同じカリフォルニア湾内に位置するティブロン島に次いで、メキシコの島の中では2番目に大きい。島と半島間の距離は、最短で1 2 4キロメートルと比較的近いにも、かかわらず、バジェナス断層と呼ばれる、活断層がバジェナス海峡の海底に沿って走っており、 海峡の水深は1200メートルから1500メートルに達する。2009年にはこの断層でマグニチュード6.9の地震が発生した。島は非常に乾燥しており、雨水以外の淡水の供給源は存在しない。島の地質の大部分は火山岩と沖積層で成り立っている。極端に乾燥した気候にもかかわらず比較的多様な生物症が存在する。 蝶類、トカゲ等の爬虫類、コウモリ、ゲッシ類等が主な動物症をなし、ネズミとガラガラヘビには固有種が存在する。植物では、寒木やサボテン等の多肉植物が見られる。島は生物保護区に指定されている。1539年に、スペインの探検家、フランシスコでウルワが西洋人として初めて島の近辺を公開したことが知られている。 ありがとうございます。